ね。世界はどうだった？思いの持ち主たちにはもう出会えたかな？ふふ、そっか。ねえ、実は君に見てもらいたい世界がもう一つあるの。そこはね、君や君と同じ世界の人たちの思いから生まれた世界なんだ。うん、そうだよ。君たちのみんなを見守りたい、応援したいっていう思いから生まれた世界。ふふ、その世界はね、他の世界にも少しだけつながっているの。きっとその場所からみんなを見守って応援できるようになってるんだね。うん、君と同じ世界の人たちもたくさんいて、すごく賑やかで楽しい場所だよ。それからふふ、あとは行ってみてのお楽しみ。